皆さん、こんにちは。小松です。ティーガー戦車ジオラマを作る続きをやっていきたいと思います。ジオラマに線路を使いたいので、レールを購入してきました。レールだけのキット、最近はいろいろなメーカーが出しているので、どれにしようか迷いましたが、今回はサーベルモデル、君に決めた。枕木は中心の樹脂軸によって連結されているので、枕木の間隔合わせなどは不要。また、樹脂が多少柔らかさを持っているので、カーブにも対応できそうです。ここにレールをスライドさせてはめ込んでやればレール完成。簡単に作れていいですね。中心の軸が目立つので、バラストで埋めてしまうか、レールを接着して、中央の軸は切り取る必要ありですが、今回は、ジオラマで、枕木周りには、バラストを巻いて、この軸は見えなくなってしまうので、このままにしておきます。次はこれ。有害貨車を作ります。よく兵士がドナドナされてるやつですね。小松は、昔鉄道模型にはまっていたこともあり、走行列車や貨車など大好きです。ただ、この手のキット、やたらとパーツ数が多いのはなぜなんだ。地獄の天輪がないから簡単に作れるのでは?と思うと痛い目合いますね。今回は、この有害貨車を改造し、被弾して壊れた車両にしていきたいと思います。説明書の通りに淡々と組み立てます。今作っているのは有害貨車のシャーシ部分です。これとは、別に、無害貨車やらティーガー戦車も運べる貨車など買いましたが、買いすぎたよな。もしかしたら、もう一つくらい貨車を作るかもしれませんが、入りきらんかも。有害貨車だからと油断していましたが、意外と複雑な構成していますね。思ったより、多くの支柱で構成されています。このキットは、エッチングが付属している、なかなか高価なキットなので、ほぼ見えないところですがもったいないので使います。接着はいつものように瞬間接着剤を使って固定します。車輪の保持周りのパーツはかなり細く、細かいパーツが多いため、組み立てになかなか苦労しました。シャーシ周りの部品、組み立て完了です。車輪を作ります。戦車と違って、車輪は2つしか作らなくていいんだぜ。微体。何それ?美味しいの?これを樹脂軸に通して接着すれば車輪完成。先ほど作成した貨車に取り付けます。これで、有害貨車のシャーシ部組み立ては完了。だと思ったか。車輪を、キットのままにするなんて、誰が言った?やはり、ここは、金属の重厚感が欲しい、ということで、金属製の車輪を買ってきました。キットと同じサーベルモデルのアルミ引き物車輪。こんなのあるんですね。ただし、この引き物車輪にはシャフトが入っておらず、若干中途半端な感じがします。ということで最近購入して、動作と調整を進めていた NC 旋盤を初参戦、アルミ棒からシャフトを削り出したいと思います。形状的には非常にシンプルで、別に NC ではなくマニュアル切削でも、アルミパイプの組み合わせでも作れる形状ですが、小松のやってみたい欲だけで突き進みます。データができたので恒例のシミュレーションです。いつものフライスと違い、X 軸と Z 軸のみの移動で棒を削り出します。このキャム、データを NC 旋盤に流し込む作業がなかなか大変でした。モーターと制御盤は、小松がフライスで使っているオリジナルマインドさんのものだったので、フライス用コンフィグを少々いじくって、旋盤データ出力用を作成。操作ソフト、USB-CNC で、ステッピングモーターに送る信号を調整したりして、なんとか動作にこぎつけました。データをパソコンに流し込めば、自動で削ってくれます。
アルミ棒をセットしてちょっと怖いので 0.1mm ずつ削っていきます。仕上げレベルの光沢面を得ようとするとバイトの送り、速度と回転数の調整が必要ですね。今回はそれほど見えないシャフトなのでパラメータは結構適当ですが、今後見える部分へのパーツ作成に向けて検討が必要です。ただこの旋盤、回転速度はつまみスイッチをマニュアルでを回転させる仕様で回転数がわかりません。ここは非接触の回転数測定器が必要になりそうです。モノタロウで調べると2万くらいなんですよね。アマゾンだと3000円くらいなんですが、値段が違いすぎて大丈夫かと心配になる。この自動でハンドルがくるくる回るのたまりませんね。そこそこ動かすまでに苦労したのでより嬉しいです。片側の切削が終わったら反対側も同様に切削します。出来上がったパーツと先ほどの引き物車輪を瞬間接着剤で固定します。これを貨車に取り付け、アルミなのでかなり軽いのですが、樹脂と比べて存在感がありますね。車輪金属化対応完了です。線路に置いてみました。まあほとんど見えないよね。知ってた。ではジオラマレイアウトを考えていきます。最近購入した家具の包装材がなかなか厚手の発泡ポリエチレンだったので、これを土台に使うことにします。ここに線路を敷いていきます。今回は破壊された駅のイメージにしたいなと思っているので、線路は伏線にしようと思います。ここにティーガーがなだれ込んでくるって感じ。そして途中で塗料がひび割れて手がつけられなくなった T35 をやられ役にできないかと思い立って置いてみます。なげーな。ティーガーも重戦車のはずなんですが、 T35 の前では中戦車に見えてしまいますね。おそロシア。この体格差をうまいことジオラマでティーガー最強王な感じにできないかレイアウトをしていきます。うまくいかないので、これは高低差が足りないと信じてウレタンシートで駅のホームのような段差を追加してみます。これを木工用ボンドで接着します。ここにティーガーと T35 を配置しました。少し良い感じになりましたが、やっぱり T35 でかすぎません？ということで再度検討。ここで前回制作した T34 の登場です。ティーガーもジオラマの後ろ側に配置、破壊された T34 を横目に進撃するイメージで配置をしてみました。先ほど作りかけていた有害貨車も追加して、大体こんなイメージかなというところまで来ました。ある程度レイアウトが固まってきたので、豪華に時間のかかる土台を作ります。使うのは、以前紹介した猫砂。
パルプでできていて、水を含ませるだけで固まる。軽い、何より安いので、これを使っていきます。これを練って、猫砂粘土を作ります。あまり、下地が明るい茶色だと使いにくいので、墨汁を入れて、あらかじめ黒くしておきます。墨汁を入れておくと、ひび割れなども起きにくくなるようです。小松は、石膏で削り出し、パーツを作る際も、墨汁を入れています。これをヘラで塗りつけていきます。ここでちょっと宣伝。小松模型メンバーシップ、隠し部屋の承認が通りました。メンバー限定で、小松がいろいろと、工具や材料を研究した動画を月1で上げていきたいと思っています。動画投稿は、来月、6月から上げていく予定にしていますので、もし興味のある方はぜひぜひ。猫砂粘土は、塗る厚みにもよりますが、2週間程度効果にかかってしまいます。それでも、かなり安上がりにできること、割とリアルな土台が出来上がるので、万能な材料ではないのですが、おすすめしたい材料です。塗り終わったので、部屋の片隅に置いて、このまま乾燥させます。では今回はここまで。次回の制作動画もお楽しみに。